はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム暁の女神、続きをやっていきたいと思います。まず壁を作ろう。こいつが登ってくると、ヨファーとボーレでまず壁を作る。で、イレースでここかな。セネリオ、で、ネフェニー、ここチャップ、ここバトリー、ここバユーはどうしよっかな。あ、ティアマトここでいいんじゃない。とりあえずまずここで、オスカーちょっと右に行かせるか。やっぱここが割とやばいんで、ハール、槍装備のハール、シノで、シノに来るの多分一人だけだろ。残りは多分ハールに行くから、ここはねマスタークラウン取れるか本当心配だな。それだけですね、マスタークラウンが心配。あと回復役が一人しかいないから、そこもちょっと大変になってくるとは思うんですけどね。どうしよう、ここで行くか。じゃあかわして、かわせるかも。よし、オッケー、さすがシノン、頑張れハール。硬いな、シノン。うわ、ハールも硬い。まあ、ソドマスに追撃は無理か。うん、魔法がちょっと、魔法が、うん、結構来るな。よし、ほら、それでも追撃できない。多分ここの真ん中がねちょっと辛くなると思うんですよね。回復いて、だからまあ傷薬を持ってきたって持ってきたんですけど、よしよしよし、相手もちゃんと三つ組を分かってるな。避けて避けて、キーン、よし、ほら、チャップ速さ速さ速さ。おー、アーマー成長、力でも美味しいな。どうしよっかな、マスタークラウン取りに行くには結構、お、ヘイザー、ヘイザー、
まあここはティアマトとセネリオで塞ぐか。ショートアクスもったいないんだよな。イレースは追撃が出ないしな。よいしょ。あ、それともアイクセネリオコンビ右に行かせようかな。オスカーティアマトでここ守るか。そうしよっかな。最悪壁になればいいからね。じゃあもう最強4人組でマスタークラウン取りに行くか。次のターンセネリオが移動が6か。1、3、4、5、6だから、アイク、んでこいつだよな。どうした方がいいか。サジタリアはですね、射程が3に伸びるんですよ。なので常に長弓状態っていう、もうチートですよねこれ。超強い。よっしゃ。でしかもなんかその弓の最強装備のバルフレチェっていう弓があるんですけど、それ射程が1なんですよ。1から2なんですよ。弓のくせに直接攻撃ができるんですよ。なのでそのサジタリーを装備、バルフレチェを装備したサジタリーは射程が1から3っていう、もう強いです。それだけで強いですよね。そのくらいやばいんですよ。とどめ刺すか。まあこの2人は硬いからやっつけ負けはないと思うんですけどね。いて、こんな感じかな。あとは大体、あ、これミストでいける、いけないか。まあでも攻撃しとくか一応。この軍勢を前にして抵抗するか身の程知らずめが。ラグズに、よし、帝国に牙を向きし、愚民どもなどは完膚なきまでに叩きのめしてくれるわ。フォースキラーとかがあれば。あ、硬いしの、よし、ショートスピア当たらないぜ。手やり使い切っちゃおうかな。もう魔法が怖い。魔法が、よし、せいや、もう一回、よし、ほら、お、結構つらいな。で、1足りない。愚かな。
割と順調だぞ今のところ。あ、当たりそう。いやー危ねえ、この野郎。結構ガトリー大人気だな。よし、えいや、1足りない。やっぱ鉄じゃ威力不足か。左がまだ全然動いてない。リライブがちょっと厄介だ。三隅を感じさせない確率だなこれ。大丈夫大丈夫。当たった。結構敵ターンが長いな。で、痛えな。ほら、よし。ガトリー、まあアーマーらしく、アーマーらしく。魔力。オッケーオッケー、速さオッケー。力ってもうカンストしたのかな。結構来るんですよね、これね。ああ、力はカンストしてるんだ。あとまあ欲しいのは技かな。技、魔法あたりかな。よし、いける。よいしょ。ヘザーがいれば。確かここのボス一定ターンだったら動いてくるんじゃなかったっけ。なんか怖いな。セネリオは移動させよう。再移動。で、空いたところをオスカが塞ぎます。倒します。さっきの何パーだ ?29 パーか。まあ当たるっちゃ当たる確率だな。ティアマド HP 少ないですよね。こう見ると。上級職レベル16なのに結構微妙ですよね。まあ、イレースはまあ、ちまちま削って。左はまあ安定してると思うんですけど、こいつは手ありで、もう命中ゼロか。怖くもなんともない。えいや、ネフェニーはレベル10でこの強さですからね。やばいよな。ダメか。セネリオがここまで来てダメか。まあ次のターンでいいですかね。次のターンでいいや。
アイク無双するしかないな、ここはもう。アイクレベル14か。結構。ここはもう手ありで。倒せるやつから倒していくか。よし。まあ魔法が来ますけど、魔法は、ちょっと我慢しようぜ。鉄の槍使い切ろう。よし。鉄の槍は終わった。鋼か。鋼しかないんだ、ガトリー。ああ、これはミスったかもしれない。まあいいや。会話でも見ましょう。よし。まあ、シノンならね、平気平気。当たっても一だしだ。いて。来た来た来た。ゼロだぜ。よし。魔法が来るかな、魔法。来ないな、魔法は。魔法を優先的に倒したいんだけど。よし。よし、いいぞ。ワユ右に行かせようかな。よし、オッケー。追撃出ればまだ、結構いい感じに倒してくれると思うんですけど、まあちょっと速さが足りないな。まあまあだからしょうがないけど。よし。えいや。うわあ。よしよしよし、危ねえ。よし、オッケー。めっちゃ減るやん。やば。新幹先に倒そうかな。回復されるの嫌だしな。うわ、でもちょっと遠いか。ここはテネリオウィンドでこいつを攻撃します。ハールでこいつを倒して、倒してちょっと一旦待機。
忍んで会話でもするか。これ絶対ヨファーに向けてだろう。魔法を倒す。魔法だけはちょっと怖いから。よし、オッケー。アイク下でいいかな。これ支援効果まだありますよね。大丈夫だよ、ね、よし、この敵が片付いたらもう下に一気に行くか。うん、それがいいな。当てて。そいや。よし。ああ、1足りない。よし。倒せるだけ敵を倒していく。イレーサーなんか魔力が低い気がするんですよ。うん、魔力19はちょっと微妙だよな。ミストはちょっと回復してあげようか。攻撃できるか。できるけどやばいな。ダメだ。回復に専念しよう。ミストは大事にしないとな。死んだら杖がいなくなる。こんな感じ。ただハールとかシノンの幸運でマスタークラウンが拾えるのかどうか、場所もよく覚えてない。右下ってのは覚えてるんです。よし、倒せ。えい。手斧にしとけばよかったな。まあいいや。よし、オッケー。こいつはセネリオで取るか。かわすかわす。もう一回もう一回。よし、やっぱ速さ大事だ。ああ、ちょっと傷薬とか持っとうとや。
これはいい削りになるな。えいや、えいや、あ、でも倒してもいいか。ああ、いや、新刊倒そう、アイクは。アイク、新刊倒しに行こう。当たるしよう。間に合うかな、アイク。左の新刊はまだいいけど、ちょっと右のやつがうざいから、倒そうぜ。あ、守られた。マジかよ、まあいいや。じゃあもう右のその階段前にいるやつを全滅させよう。うわっ、この4人を倒す。倒せるだろ多分。うわ、届かねえ。マジか。ウィンドで倒す。よし、オッケの、あと武器との勝負だな。でリュシオンで歌ってから、こいつを倒す。今回避どんくらいあんのかな。回避113か、高い。敵の命中がどんくらいなんだろう。あー、これ当たんないな。130、まあこんくらいか。高くて130ぐらい。138、まあいいや。うわ、これやめよう。自分から仕掛けるのはやめよう。入れ当たるな。オスカー、力と守備と速さ。なんかね、暁のオスカーはちょっと総演に比べると地味なんですよね。総演の時は結構強かったんですけどね。暁のオスカーはあんま、ちょっと地味。ここ倒せる。よし、オッケー。力、守備、速さ、速さください、速さを。ああ、よし、これでまあ厄介な関節はいなくなった、まあ、クロスボウぐらいまあ生かしておいてもよかったんですけどね。アーマーにはダメージ通らないし。あと全部直接か。アイクはどうしよっかな。スナイパーがいるのか。
よし。ハール指導隊はじゃあもう下に行こうかな。そろそろ。魔法が怖いな。魔法。アイクは倒しに行くか。アイクちょっと辛いけど頑張れ。アロンライトでも受かったかな。まあいいや。そうですね、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。